どうもアガポニです。今回はサハスーラ平原眺望台とツカロクモロンクマカスラの祠についてです。それでは早速いきましょう。まずはツカロクの祠からいきます。場所はマップで言うとここですね。ルート紹介のため監視砦から実際に移動します。徒歩や馬でも行ける場所ですが、頑張りゲージに余裕がある場合は飛んで行ってしまった方が早いかと思います。南東方面に移動ですね。ここですね。中に入ったら正面まで移動していきます。まずはウルトラハンドで弾をつかみまして、この車の上にくっつけておきます。そしたら上に乗って叩いて起動させると動いて奥まで移動することができます。溶岩部分も問題なく通過できますね。ここまで来たら降りて弾を解除して上に登っていきます。でここに長方形の板がありますが、この先端部分に弾をくっつけておくと、そしたらこの板ごとつかみまして、こっちのはしごの近くに立てかけておきます。この後ははしごを上まで登りまして、ここから玉をつかんで解除して、玉だけを一緒に奥の部屋まで持っていくと。でこの部屋に着いたら一旦玉を置きまして、この奥にあるね、イカダを掴んで中央のレーンに移動ですね。そしたらイカダに乗りまして、ここから下を見ると宝箱が見えるので、これを掴んで引き上げまして、中身を回収しておきます。この後は後ろにある板4枚を縦方向につなげていきます。完成したらこれも中央レーンに移動させまして、角度を調整して足場になるようにセットしておきます。そしたら弾をつかみまして、奥まで進んでいくと、
ここで水に落ちちゃってもね、特に問題はないので大丈夫です。そしたらここにあるスイッチを踏むと扉のロックが解除されるので、弾を掴んだまま移動ですね。でここにある装置に弾を置くと奥の扉のロックも解除されまして、中にある祭壇の光に触れればクリアとなります。次はモロンクの祠です。場所はマップでいうとここになります。スカロクの祠から近いので、このまま実際に移動します。ここですね。まずはこの正面にある突き出す床を利用して奥まで移動します。で今度はここにバネがあるので、上に乗った状態で叩いて起動させて、さらに上のエリアまで移動します。でここにもバネがありますが、これは掴んで移動させまして、この場所にね、右向きでセットしておきます。そしたらバネの横に移動して、叩いて起動させることで右側のエリアに移動することができます。でここにもね、またバネがあるので掴みまして、今度は反対側に向けてセットしておきます。そしたら上に玉があるので、これをつかみまして、でバネに乗せて叩いて起動ですね。で勝手に装置に弾が入ってロックが解除されると思うので、奥にある2連のバネを掴んで持ってきまして、この場所に置いておきます。この後はこのバネの上に登りまして、叩いて起動ですね。
で、この場所に宝箱があるので回収しておきます。回収したら一旦下に戻りまして、今度はもう一つのバネを掴んで三連になるようにくっつけます。三連にすることでね、さらに跳躍力を上げることができる仕組みになってますね。ただ四隅が綺麗にくっついていないとね、しっかりとしたジャンプ力が得られないので、綺麗にくっつける必要があります。で、しっかり接着できたらまたバネの上に登っていきまして、叩くことで最上段まで一気に跳躍できるといった感じになってます。あとはここにある祭壇の光に触れればクリアとなります。次はサスハラ平原眺望台です。場所はマップで言うとここにあります。で、近い祠としてはモロンクの祠が近いので、実際にこの祠から移動します。少し位置をずらせば実際の眺望台も見える場所になっているので、この辺りまで来れば迷うことはないかと思います。ここですね。下に洞窟がありますが、一旦眺望台の入り口まで移動しまして、この NPC と会話をしておきます。そうすると扉が開かない状態になっていることがわかると。で、どうするかですが、さっき見えた下の洞窟まで移動していきます。ここで一つポイントですが、洞窟の手前から弓矢に爆弾をスクラビルドしておいて構えておきます。近づくとキースが大量に出てきまして、出てきた瞬間は自爆の危険があるので振り返ってから撃ちますと、これでキース素材をまとめて手に入れることができるかと思いますね。ちょっとね、下り坂になっているので素材が転がっていく可能性はあります。近くにイエロックという中ボスがいるので、この点は注意ですね。素材を回収したら洞窟の中に入ってきまして、邪魔な岩を破壊していきます。動画では爆弾で壊していますが、岩ハンマーのような武器でも大丈夫です。結構破壊する必要があるんですが、武器破壊でもね、最低一つ持った状態で掘り進めていけば、途中で岩と剣はいくつか出てくるので、進行中に壊れてしまってもね、途中で作ることができる場所になってます。で、意外と破壊できる岩の範囲が広いんですが、眺望台のある中央の方に進んでいきまして、ここの穴に入ります。で、この場所が眺望台の真下になるので、ここでトーレルーフを使えば眺望台の中に入れるんですが、その前にね、ここにある怪しい岩をウルトラハンドでどかすと、さらに奥に行くことができまして、この中には迷いがいるので倒しておくといいかと思います。で、もろもろアイテムの回収なんかが終わったら、ここからトーレルーフを使うと眺望台の中に入ることができます。ただ中に入ってもね、端末が正常に使えない状態になってます。これをどうするかですが、まずは扉に棒が突っかえているので、これを回収して外します。そうすると扉が開くので、外で待機していた担当員が入れるようになりまして、眺望台の端末の確認と調整をしてくれます。この後は普通に使えるようになるので、プラ端末を使うことで周辺のマップを開放できる状態になりますね。最後はマカスラの祠です。場所はマップで言うとここですね。サスハラ平原眺望台から近いので、上空から移動するのが楽かと思います。
ここですね。まずは正面壁まで移動しまして、ここでトーレルーフを使います。そしたらこの左側に網がくっついている装置があるので、これを叩いて起動させると、この装置は叩くことで顔がある方向に起き上がるといったものになってます。そしたら網を登っていきまして、ここから奥のエリアまでパラセールを使って移動します。着いたら同じ網付きの装置があるので、ここまで移動させておきます。で、網を登って奥の部屋まで移動ですね。ここには玉があるので、掴んで器部分に入れまして、この状態で装置を起動させると奥に弾を飛ばすことができます。で、隣のくぼんでいる床の装置に弾が入れば奥のロックが解除される仕組みになってます。で、その間にこの網を移動させておきます。ロックが解除されましたね。網はこの向きでセットしておきまして、上に上がって宝箱を回収します。この後はさらに網を移動させまして、ここにセットですね。で、登って移動します。戻ってきたら奥にある網を掴んで持ってきます。一旦置いておきまして、さらにこの装置を叩いて動力を切っておきます。その上で2つの網を縦にくっつけていくと、接着したら向きを調整していきまして、この場所にまっすぐになるようにセットしておきます。要はこの奥に向かって起き上がってもらうような形ですね。そしたら器の上に乗って弓を使って装置を撃つと、起き上がりの力を受けて跳躍できるので、あとはパラセールを使って移動すれば祭壇の場所まで来れるといった感じになってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。